諸君難攻不落のファルサリアの突破口を見つけたぞディアドラプログラム。彼女を虐殺に駆り立てる内部ファイルの名前だはい。断絶の時代において妖精が工場に組み込まれたように、ディアドラプログラムも人が妖精を利用するために用意したもののようで。あ、誰 ファルサリアを利用したっていうの過去の人間が何を思って行動したかはここで言及しても始まらん重要なのはディアドラプログラムさえ破壊できればファルサリアは止まるということだ「プログラム」とか「内部ファイル」とか養成語で呼ばれても理解が追いつかないが具体的に何をすればいいのかね ファルサリアは、ドンクアルンゲを悪用して情報収集をしている。つまり、逆に言えば、ドンクアルンゲから干渉もできるんだが、私と妖精噂派の力を総動員しても、ファルサリアの防壁を貫けるかはわからん。妖精対妖精、一対一だからな。きっ抗してしまうんだ。わかりやすく頼む。 つまりもっと専門家をかき集めればいいのですつまり魔女とか妖精をってことですか妖精の心当たりなどそう多いものではないぞ考えられる限りだとキャメロット宮殿を管理運営する3人組の妖精などかねは、ホームでもいろんな偶然が重なってギリギリ勝てた さすがにそこまでの無茶は要求しないさ。ただし、難易度は下がっても、命をかけてもらうことに変わりはないんだがな。不吉どっちみち、耳を塞いで逃げられる状況じゃないんでしょ他の心当たりっていうのは何なんです具体的に、私たちは自分の目的のために誰を襲えばいいんですか 妖精ではなく、魔女。モルゴース、エレイン、モーガン。まさか。ブリテンにあだなす魔女の三姉妹ってやつさ。巨大な力を持ち、常に進出鬼没。ただしその分、大勢の護衛に守られているわけじゃない。これを捉えて、私たちの力とする。 そうすれば、あのファルサリアとネットワークの戦いで勝利できる。